僕はあなた？ずっと名前呼ばれてますよ。Jesus c a l l i n 皆さん元気ですか？時刻は午後6時を回りました。お届けしているサミエルあ曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。 皆さんこんにちは日野安静止協会プレゼンツジーザスコーリングユー第243回目の放送です、えー、タコボさん本日も追加数のご参加誠にありがとうございますこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなた そんなあなたのための番組です三十分間どうぞお付き合いくださいまずはじめにギノワン聖書教会キムトン牧師をご紹介しますキム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で選挙をせんしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました1998年からは沖縄に移られて ギノワン選手協会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられますでは自己紹介をお願いいたしますはいこんにちはギノワン選手協会の牧師であるキムです今日もよろしくお願いしますありがとうございますそして本日もミキシングと進行を担当いたしますは私 FM ギノワンのできる男キャンがお届けしてまいりますさて本日のテーマですが捨てると生きるとタイトルしました あなた、ずっと名前呼ばれてますよギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーはい、では本日の聖書箇所朗読してまいりたいと思います本日の、えー、朗読箇所は、えー、ピリピ人への手紙第三章の八から十一節を朗読してまいります それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさゆえに私はすべてを損と思っています私はキリストのゆえにすべてを失いましたがそれらは地理アクタだと考えていますそれは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです私は立法による自分の義ではなく キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのです。では、君先生、お願いいたします。はい、こんにちは今日は。 捨てると生きるという、なんかよくね、えー、聖書ではなくても、私はこの世の中で、社会の中でもよく聞くような内容です。パオロは、イース・キリストを信じる人々を迫害し、殺そうとした人です。それで彼は、立法によって神様に認められようとした。 今日の御言葉を見ますと昔のそのような努力そのようなことを損と思うというそれでそれを全て捨てるという表現をします。イエス・キリストを信じることによって与えられる神様の気によって新しい人新しく作られた人として信仰生活を始めるということです。 イースキリストを得ることはとても大切で命であり本当にもう何度も強調しても大切なことを強調ができない表現ができないことです。ここで得るという言葉はまた捨てるという言葉と比較されます。 私たちはもうたまりっぱなしというかちょっとねあの得,るという得るということに集中する時がありますがそうなるともういろいろなものにちあ歩れますところがそこには本当に必要なもの大切なものしかしいらないものは捨てるという。 それでパオロは今まで間違えたものをすべて捨てて正しいものを得るという意味で得てという表現を使い捨てるということですところがパオロはイエス・キリストを得ることを人生の新しい目標にしているかということです私は何度も言いますけどパオロはイエス様を迫害し,しました ところが、タマスク行く途中で、よみがれたイース・キリストを信じ、千に受けイース・キリストを主として告白しました。すでにイース・キリストを得ていると、私たちは表現することができます。ところが、今日、パオロは、新しく得るということ。あれ、一回得れば十分じゃないのという。 確かに私たちの救いは何回も何回ももう積みめて積みめてそのようなものではありません。キリストはご自分を与えて限りなく与えるようにそのような愛を示す方でありキリストの苦しい忠実のこととして私たちに永遠の命を得る道を開いてくださいました。 そのイエス・キリストを得るということは、キリストをもっと知っていくことであり、イエス・キリストが私の人生の中で一番尊いものであるということです。パウロがこのように語るのは、タマスク行く途中で出会ったそのイエス様は、どのような方であるかを悟ったからこそ、 もっとそのイエスキリストにしてイエスキリストと共に歩むことを願うということです。パオロはイエスキリストを迫害した人、殺そうとした人、信じる人たちを殺そうとした。ところが自分の気を前面に出していたパオロが許されて神の子供になって 神の恵みを求める、神の愛を求める。それで、ひどりくりあるイエス・キリストを与えてくださったその神の愛に満ちあわれて、神を、イエス様をもっと知っていく、その喜び、恵みをさどるということです。パオロは罪人を救うために、ひどの姿を持って、十字架の上で苦しみを受けられて、 天の父なる神の御心を肝心にしだがい贖がない死を成し遂げられた成就したそのイエス・キリストをもっともっと深く知りたいという得たいということです。これは驚くばかりのその愛に包まれてその愛と共に歩むということです。 今まで自分が頼ってきた過去の誇りと地盤を捨ててただキリストのみを得ることキリストと共に歩むこと主と共に主の皆を賛美して歩むこと主の臨者の中で歩むことを求めるということですまたキリストの中で認められるということ パウロは過去には自分の立法的な気によって神の前に立とうとしますこれでもいいというぐらい本当に立法に徹底的にしながら周りからは称賛され褒められところが今願うことはこの立法に私はもう集中するのではなくてイエス様の完全な贖いの気を受け神の前に立つこと 彼は自分の罪によって汚れた自分の木の中で神様に認められることを願わないということです。イエスキリスの木の中で、イエスキリスの十字架の贖がないの恵みの中で神様に認められることを切に願う、求めるということです。特にパオルの最後の裁きの座で神の御前に立つことになる。 その最後の日を深刻に意識して、主の前に立つこと、主の前で本当に自分の人生すべてを明らかにする、その時を必ず覚えて徹底的に握って歩んだということです。もちろん、パオロはキリストの中でキリストに直している人として、神様に認められた人です。 しかし過去のある時点で立法を中心とする生活を捨てたことで、その瞬間から立法の木が現れることなく、完全にキリストの木に従って歩むということを保証することではないということです。すなわち私たちは、 自分も知らずに昔のように自分に頼って自分が行った習慣それに頼って私はこれで十分と思うように誘惑される時がありまたその過去に戻ろうとするような習慣が残っているということですですから私たちは古い習慣に戻ることなく主へ様と共に一つになって 歩むために私たちはいつももっと主の恵みと主の愛を受けて信仰のその尊い目標に向かって前進していくということですまたもう一つはパオロはキリストの復活の力と苦難に参加するということです私たちはイエスキリストを信じれば救われます イース・キリストを信じれば天国に入ります。それは、はい、わかりました。私もそのイース様を信じます。ところが、パオロはその復活の力、天国に入り、喜びと感謝が満ちある生活だけじゃなくて、イース・キリストと共に苦しみに苦難に参加することを求めるということです。 パオロはイエス様の復活の力によって信仰の目が開き、イエス様が主とキリストであることを悟り、告白します。パオロはこの驚く復活の力をもっと知ることを切に願います。彼は自分がイエス様を救いのして受け入れる時キリストと共に十字架の上で死んで復活した。 今生きているのに、古い罪人は、十字架の上で死んで、不活の力を持って歩む、神の子供として、神の民として、生まれ変われることを覚えます。それで、ローマ書の六章では、自分は罪に対して死んだものであり、神に対しては生きているもの。 罪についてはもう関係ない死んでいるものですよと宣言して私は神様に対しては生きているものとして歩む主と共に歩むということです彼はこの間違えている今までの宗教的な習慣思想生き方を捨てて主と共に歩みキリストの主の品性に似ていくということです それでパオロにこのような新しい命の力が与えられているということです。彼に罪に勝利して生徒に生き方を歩ませる復活の力以上の大切なものはありません。ところがパオロはその復活の力によって新しい人として日々変えられて歩みます。 その中で、復活の力、喜びだけじゃなくて、主のために苦しみを受けるということに、加わる。私も主のために苦難を受ける、苦しみを受けるということです。イエス様はどのような苦難を受けましたかイエス様は個人を罪によって苦しみを受けたことは一つもありません。 罪もないイエスキリストが私たちに永遠の命を与えるために苦しみを受けられました。その神様の無限の愛、そのイエスキリストの無限の犠牲によって私たちは。復活の力を得ることができました。 その恵みを受けた私たちは、まことの意味で生徒はキリスの苦難にも参加するように呼ばれているということです。私たちは時々おいしいとこだけという気持ちもありますが、私たちは復活する力を持って、もう遠藤と本当に喜びに満ちあう生活だけじゃなくて、第一ペテルの印象を見ますと、 このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方にモアンを残された。このためにっていうのは、私たちが復活の力だけじゃなくて、復活の喜びだけじゃなくて、キリストのために、主のために苦しみを苦難を受けるということです。 その苦難は他人のために受ける苦難であり、命を伝えるために永遠の祝福を伝える苦だとして歩むために、私たちは、イエス様のように苦難を受ける、福音と神の御国のために苦難を受けるということです。私たちは、 イエス・キリストを信じることによって神の子供になります。その福音を受け入れて、私は復活の力を得ました。私たちはその復活の力を持って歩む人として、苦難は私たちの恵みであり、祝福である。それで第一ベテルの二所中級から二十節のところでは、もし誰かが太な苦しみを受けながら、 神の御前における良心の上に悲しみ耐えるならそれは神に喜ばれることです不当な苦しみ主のために苦しみを受けるとき神様は私たちを愛してくださりもっと豊かに用いてくださり主の復活の力をとして私たちを用いてくださり導いてくださるということです苦難の波は 私をイエス・キリストの十字架の心の中にもっと深く導くということです。その苦しみをとして私の心の痛みと悲しみをよく理解し、あれも心、主の心の中に私たちが重ねていく、導いてくださるということです。私たちは復活の力を持て歩みたいです。 その復活の力を持って、主と共に歩むことを願います。それで、私たちはこの世の中で、主のために受ける苦しみ。主のために受ける本当に苦難と苦しみは、神様が覚えてくださり、祝福してくださり、神様はその苦しみに耐える力を持って、私たちを導いてくださります。 主は残した主の残したその苦難は私たちの肩の上に追われた時私たちは主のために苦難を受け本当にその苦難の中で主の喜びその苦難を受けるということは私たちの特権であることを覚えて歩みたいと思いますありがとうございますありがとうございました、えー、本日のお話を聞いての感想なんですけど えとパウロってとてもあのプライドの高かった人だと思うんですよね。あのー、それを捨てて、えー、神を信じた時にそれであの許されたというかそういうふうにあのなったと思うんですけどプライドってとても大事なものではあるんですけどやっぱり実生活の上ででもやっぱりこの。 戦っていく上には自分に自信がないといけないのでプライドを持つのはすごく大事だと思いますでも人と仲,仲良く一緒に共に歩んでいくときに邪魔になることがやっぱりあるのでそういった余分なプライドをやっぱり捨て去りながらあの人と付き合っていくのもやっぱ大事だなって思いながら今日のお話を聞いてましたではキム先生リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたしますはいお祈りしましょう 私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。生きておられる天のお父様、ま、一人りくであるイエスキリストを送ってくださり、そのイエスキリストの苦しみ苦難によって、 私たちに永遠の命、復活の力を与えてくださいました。その復活の力を与えてくださった神様は、主のために苦難を受けることも私たちに許しました。その苦難をする時、受ける時、つぶやくことなく、主が私たちを覚えてくださり、用いてくださり、力を 耐える力を与えてくださるその神の恵みを体験し賛美し主の皆を褒めた,たえて歩んでいくことができますように助けてくださり導いてください主イエスクする皆によってお祈りしますアメン海が好きだった父決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所お墓 24時間365日三国にご相談を0120392756三国株式会社 ギノワンヒルズ通り、救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通りステマドゥからイサ交差点へとつながる坂道ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね海が好きだった父、決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所、お墓 二十四時間三百六十五日三国にご相談を。レイ一二レイ三九二七五六。三国株式会社。あなた。ずっと名前呼ばれてますよ。ギノ野ン聖書協会プレゼンツ。ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。 高保さん本日もツイ生のご参加、誠にありがとうございます。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接、教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どななたたたでもも歓迎いいしますます今日食べるものがない 夜寝るところがないなので困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください電話番号は098-890-1350です私たちはあなたのお役に立ちたいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野安市内の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子供の居場所づくりもしています希望者には夕食も準備しています 関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上すべてのお問い合わせご連絡は09889レイ135レイ09889レイ135レイリノアン聖書協会までお願いいたします。リノアン聖書協会プレゼンツジーサスコーリングユーお別れの時間です。今流れているエンディングは冒頭ミスコというタイトルで。 キムム先生のの息子のサムエルが作り歌っています私たちが今どんなにボロボロな状態ここまで悪いことをしてきた自分は今更教会になんかいけないだって神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げてあなたが帰ってくるのを待ってるんだよという曲ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三ニグループの提供でお送りいたしました メッセンジャーはギノワン選手協会キムトンヨーブクミキサート進行は私 FM ギノワンのできる男キャンがお届けしてまいりましたまた来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょうでは最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れしますシェキナーこの世は砂のようで握れば握るほど 「やっとあなたの痛いさ」